鬼北き田田の頭号のしだれ桜中尾号の町並波佐ミ町は長崎県のほぼ中央、東そのぎ軍北部の内陸部に位置し、長崎県内で海に面していない唯一の町である。江戸時代前期からの陶磁器制産地で波佐ミ焼きが知られる。長崎県本土の中央部にあり、佐世保市中心部からは東に約20キロメートル、長崎市から北へ、 約 65km の距離に位置する。東西 10.5km、南北 7.0km、周囲 33.0km を長域とし、総面積は56.0平方 km である。佐世保市に隣接し、長域の東部と北部では、佐賀県と県境を成している。周囲を山に囲まれた盆地であるため比較的夏は暑く、冬は寒い。二千五年四月一日以降、 長崎県内で唯一、海に面していない、自治体である。そのため、長崎県の大盆の行事である、精霊流しの風習がない、長崎県佐賀県境を行政区域とする、大技は設置していない。正式な住所表記として用いられる20郷の他に、自治会単位として用いられる22郷がある。一部を除き両者は一致するが、住所表記上の長野号、中山里で相違がある。 九条ハサミ町九下ハサミ村行政区名称は、高永野座と大ッ野座と、京和京に分かれる。行政区名称は、平野座と、昭和、編集平成、編集町長、編集町議会、編集組織、編集庁舎、編集消防、編集ゴミ処理、編集国内国外県議会、編集県の出先機関、編集警察、編集医療、 編集衆議院選挙区、編集国の出先機関、編集、ハサミ焼きハサミ焼きの産地として知られる。隣接する有田タ町も、時期の産地として有名であるが、このハサミ焼きは、有田タ焼きとは別のものである。有田タ、ハサミなどの非伝時期は、近世には、イマリ港から積み出されたため、イマリ焼きと呼ばれていた。現在、全国の一般家庭で使われている、日用食器の、 約13%は、ハサミ町で生産されている。町内には陶磁器に関する約400の事業所があり、町内の約2000人が、養業関係の仕事に携わっている。また、農業の近代化にも力を入れ、県営補助整備、農村総合整備モデル事業などの土地改良事業を実施。水田面積650ヘクタールのうち、約83%の区画整理が完了。 大型の機による作業とライスセンターを結んだ米麦一貫作業体制が確立されている。これによって生じる農家の余剰労働力は地場産業である陶磁器関連産業への就労と結びつき農工一体となって発展を続けている。ハサミ工業団地内にデジタルカメラ製造工場を立地。2010年3月創業開始。私立私立もより空港は長崎空港。 または、佐賀空港であるが、いずれも、ハサミ町から直通する公共交通機関はない。なお、福岡空港に関しては、町内のハサミ有田バスストップに停車する高速バス。佐世保号の福岡空港経由便を利用することで行くことが可能。町内を経由する鉄道路線はない。町役場からの最寄り駅は、九州旅客鉄道佐世保線。 松浦鉄道西九州線の有田駅で、他に佐世保線三河内駅、大村線川田内駅が町内各地からの最寄り駅となる町役場から三河内駅、川田内駅へそれぞれ路線バスが通っている自動車専用道路、ありがとうございます。